はい、ここは、居酒屋エミさんだったかな。はい、次が新しくできたラーメン屋さんの新でしたっけね、心でしたっけね、うん、ラーメン屋さんですね。で、このまままっすぐ行って、居酒屋の魂、それからコインランドリー、これ大きいコインランドリーですね。で、ファミリーマートで篠塚建材、これもう今なくなりましたね。で、左にはかりんとう屋さんで、多摩レーンの駅で、多摩レーン駅の前に、これですねかりんとう屋さん、それから養老の滝ですね。ポンと出てこなかった。で、この先へ渡って多摩神があって、その先には府中で、居酒屋で結構有名な山町さんがありますね。はい、その次、これ謎の行列っていうことで、調べたらパン屋さんらしいですね。うん、はい、目の前にいたサイクリストの女の人もじっと見てましたてな感じで、この先にあるのが、あずま寿司ね、寿司屋さん。ちょっと走った感じは寿司屋さんあんまりない町ですね。うなぎとかやっていて、昔からやってるみたいですね。で、これが あちこちに最近あるね、ネパールの料理、インド料理のね。で、ここに花屋さんありますね。で、これが、これもラーメン屋さんですね。幻っていうラーメン屋さんだったかな。昔は九州ラーメンありましたけどね。で、この背後のところに、確か居酒屋さんがあったように見えましたね。で、左側に見えるのがメガネ屋さん、古くからあるみたいですけどね。その先にセブンイレブンがありましたね。はい、こっからはちょこっと雑談しますけど、最初に言わなかったんですけどね、金運食堂のタマラでございます。で、今日はですね、タマラ散歩ということで、京王線タマレ園駅周辺をの店だとかね、そういったものを見ながら、どんな街かなと、うん。で、この前走った時もうすでに、ここに映ってるけどもうなくなっちゃってるものとかね、ありましたね。相当昔からある、お店だったみたいですけどね。こうやってなくなっていくから、まあこういうね、動画もね、まあ歴史を映すという意味では、まあ役に立つんじゃないかなと私は思ってます。で、こちら左側にあるのが農協ですね。農協で、そこ野菜とか売ってますね。JA マインズと。で、この先に行くと、旧甲州街道に出るっていう感じでしょうかね。ですね。カンマイル、多分これ、酒屋さんですね。はい、割って、こっからどう行くかっていう感じですけど、そこにピザーラがあると。うん。まあ、店自体、そんなにある、そういう駅ではないみたいですね。飲食もそれほど多くはないっていうか、店の、駅の周りには居酒屋さんあるっていう感じですけど、ここはちょっと気になるお店ですね。台湾料理のお店で、瑞鶴っていうお店だったと思いますね。で、台湾ラーメンが ありました。まあ、いずれ行ってみたいなと思ったりもしていますけど、食べログなんか見るとそこそこ、この日替わりランチ、台湾ラーメンプラスなんとかで750円とか書いてありましたね。まあ、お気軽に本格台湾料理が食べられるとか、
食べログに書いてありましたけどね。まあ行けと言われてもね、ちょっと最近はあんまり食べ歩き自体さんやってないんですけどね。まあ世間がまあね、こういう状況ですからね。うん。で、その先にあったのが、野菜ミートっていう、お肉屋さんというか、肉屋系の、まあ、とんかつ屋とかそういう系統みたいですね。そこにありましたね。なんとなく自分の記憶では、一度食べたような気が、ここに蕎麦屋さんありましたね。鈴木屋ですね。鈴木屋。定食もやってると。で、その先に、安いミートがあると思いますけど、そうですね。うん、これですね。うん。うまいかどうかはあんまり覚えてないっていう、うん、洋食屋さん自体がこの辺あんまりないんじゃないですかね。もうちょいね、外れた方の道行くとね、あれがありましたね、あのレストランとかがありましたけどね、ちょっとそっちは取りそびれてるかな。で、こっからですけど、ここはね、時期が来るとこれ桜はとすごく、綺麗な道ですね。でこの先にね、店があるのかちょっと考えながら走っているんですけどもまあ結構なんかあれですよね、畑というかね、緑地だとかそういうのを気にして、あえて家を建てないようにしてる地区みたいな感じもしましたね。ここからファインがありました。こう医療品とかね、化粧品とか食品なんかもちょこっと売ってるというところで、はいはい。でもこの道はね、多分ね、すごい昔から古い道だと思いますね。うん。で、そうだね、この前ね、運転免許取りに行ったんですけどね、もうこの、もうここすでにあれか、歩道橋危険なんで、通行止めになってるところもありましたね。うん、ずいぶん古くなってるんですよね。で、この先に、蕎麦屋さんが一軒ってことですね。蕎麦屋さんがまあ昔は結構たくさんあったんじゃないですかね。そうですね。ここからこうと。そこですね。そこに蕎麦屋さんがポンとあって、お彼岸とかのね、帰りに、寄るんじゃないですかね。それではまたどっかの街でお会いいたしましょう。以上です。